BGM ですね、全部出してみました。でこれで植え替えとこのシュートですね、これを挿し木します、結構多いですね。これを少し株分けしたりして植え替えですね。最強の土壌を使います。最強の土壌ということでもって、赤玉とかカルマ土、洋蘭の土、ジャコバサボテンの土、挿し木の土、これを、配分よく混ぜ合わせます。こちらはですね、肥料ですね、有機の素肥、それと、活力、根っこにこう活力を与える善玉菌、菌根菌ってやつですね。これも全部あのネットで持って、見させてもらって参考にしております。それと、消毒剤のダコニールとか、あとは活力剤、このハイポネックスの活力剤でもメンテールでもどちらでもいいとは思うんですけども、これも使います。まあ、主に挿し木の時に使います。それとルートと根っこすぐすく、あとはこれがですね、液状のアリン酸肥料というやつですね。これが今流行りだそうです。このアリン酸っていう肥料ですとすごくこう吸収しやすいそうです。すごいですね、0.28、0.26ですからね、あの相当すごい力があるみたいです。あとは普通のこのハイポネックスのやつも普通の水やりの時に使います。で普通土壌に混ぜるのがこのリンカリ肥料、これも混ぜます。はい、1段階目です。まずですね、元の鉢を取ります。その模様ですね、これがですね、ダニエールの1000倍薄めたやつです。で、ちょこっと消毒をします。
全部ですね、鉢から1回取り出してダコニールで持って、消毒をしました。でこれで根っこが乾くまで乾燥させまして、でそれから、植えたいと思います。またシュートが伸びている部分については挿し木をしていきたいと思っています。はい、さてそれでは土壌作りですね。はい、大体ですねこのように、植え替えは完了したんですが、一部残ってるのと、あとはこのシュートですね、シュートを切りまして、これをね、挿し木します。はい、これだけのシュートを切りました。これを挿し木で持って植えたいと思います。はい、植え替えの土壌にですね、挿し木挿し苗の土を混ぜまして、それで、切り口にルートンを塗り込みます。それでこの有機モトヒ、金根菌を入れます。これで金玉菌を増やします。はい、このようにルートを塗り込みます。
はい、ではメネデールの100倍溶液、これが10ミリですから、これで、このじょうろがですね6リットルですので6杯ですね。全部植え終わりましたんで、これでこれですね、根っこすくすく、これを少しこねてからメネデールの100倍水分で水やりをします。はい、これで秋田先ほどのメネデール水溶液を水やりします。